仙台宮城デスティネーションキャンペーンは宮城県を中心に南東北3県とを含む隣接県の市長も参加して仙台経済圏で開催されるデスティネーションキャンペーンの名称。略記は仙台宮城 DC。シンボルマークは結び丸。かつて宮城県が DC の対象地域となったのは 東北新幹線の上野駅延伸開業に合わせて1985年4月から8月に東北6県全体を対象に開催された DC での1回のみであった。その後、1987年に NHK 大河ドラマ、独腕、サ正ネに伴う正宗ブームが発生し、バブル景気にかけて宮城県の観光はピークとなる。バブル崩壊後、 様々な観光振興策があったが、仙台、宮城 DC は、官民一体となって、全県的に行う初めての試みであり、県経済に大きなインパクトを与えた。宮城県が中心となっている DC であるため、必要な場合は、知事レベル以下での協議が行われるが、2007年3月末に、南東北中枢広域都市圏、 構想推進協議会が解散しているため、以下のような組織が行っている。2008年には、宮城県南部と福島県北部の、両県県議会議員による協議組織が結成される予定。県議会議員レベル県が設置する市長、地方振興事務所、レベル市町村レベル経済団体レベル、仙台市の景気の底と見られる2003年を過ぎ、高速バスの仙台福島線を短所とする。 東北地方の陸上交通の再編によって仙台一極集中と県境を越えた仙台経済圏の拡大とが進んでいた2006年に DC 開催は決定した DC を機に仙台経済圏各県の県、市、経済団体などの各レベルで県境を越えた連携による経済活性化の議論が活発化したまた2007年にセントラル自動車が 宮城県進出を決定し、トヨタ自動車が東北地方を東海地方、北部九州に次ぐ日本第3の拠点とする方向を示して、投資を開始したことで、県境を越えた連携は観光以外にも広がった。一方、2004年から始まったプロ野球再編問題によって、仙台ライブドアフェニックスと東北楽天ゴールデンイーグルスが東日本旅客鉄道仙台駅、 東口側にある宮城球場を本拠地として新規参入競争を展開し楽天が50年ぶりに新規参入してチームを作り上げていく様子が連日のように全国に向けて発信されると仙台への注目も高まり前年の入札には全く大札がなかった日本タバコ産業仙台支店の跡地に同年10月県外資本である 東京都の3社が競争入札し、同年12月28日に30億円を超える額で落札された。仙台の商業地の最高路線価も、2005年1月1日付の137万円、平方メートルがバブル景気後の最安値となったが、県外資本や海外資本の流入によって、反転上昇。2006年3月の仙台中央警察署跡地の入札でも、 予定価格の約3倍の111億円以上で落札され、最高路線価は2008年1月1日付の260万円平方メートルまで急騰していく。このような状況はマスメディアを中心に仙台プチバブル1と呼ばれた。民間では仙台プチバブルあるいはイザナミゲーキの上昇感に下支えされ仙台。 宮城 DC が始まる2008年10月1日に向けて仙台市都心部では大型店の改装や新規出店が行われ、また仙台市郊外部では大型アウトレットモールが2つ開業するなど仙台都市圏で主に物販系の投資が拡況を停止、競争が激化することになった。すなわち仙台、宮城 DC は仙台市や宮城県、ひいては 東北地方の商業地図の大規模な再編をも着地した。また、本来の観光面においては、平泉、松島、もがみ川の世界遺産登録への動きが始まる一方、外国人観光客向けのミシュラン実用旅行ガイドにて、宮城県が三つ星施設の総数で国内4位、星の総数で国内5位、首都や幕府が置かれた歴史のない道県の中では最高位となり、 さらに JR 仙台駅構内及びペデストリアンデッキの改修、ホテルの大量進出、外資系高級ホテルの進出決定など、観光資源の再評価や投資が行われる契機となった。しかし、2007年3月のキャッチフレーズ決定において、三重県との間でうましくに論争が発生し、同年夏のサブプライムローン問題に起因する契機の 原則や原油価格の高騰などのために当初試算された経済波及効果をクリアできるかどうか不安視された。また、紅葉や温泉の主要観光地の一つである栗駒山周辺で2008年6月14日に岩手、宮城内陸地震が発生し、さらに東北の夏祭りシーズン直前の7月24日にも岩手県沿岸北部地震が発生したことで、 風評被害による観光収入落ち込みが発生し、その分を仙台、宮城 DC で総裁できるか問題になった。また、平泉、松島、最上川の世界遺産登録が守備よく進まず、登録特需も見込めない状態になった。ガソリン価格の変化なお、2008年9月1日に福田首相が辞任表明をしたことで、9月中は自由民主党総裁選挙が行われ、 10月にも総選挙が実施されると目された。過去の経験から観光業界では、選挙期間中は旅行客数や宴会の予約数が低迷するとの認識があり、10月末の総選挙の実施見送りまで、仙台、宮城 DC にとってはさらに不利な条件が加わった。また、100年に一度といわれる世界金融危機も深刻化し、 DC 開幕直前の9月15日に発生したリーマンショック以降、景気が一気に冷え込んだ。一方で、原油価格が8月以降暴落して、ガソリンの小売価格も下がり、自動車での観光には、プラス要素が生まれた。また、戦国バサラやカンナギといった宮城県を舞台とした、人気のゲームやアニメのファンによる、新たな観光や、ゆる、キャラブームが意図せず、プラスに働いた。 関連年表、編集2002年2004年2004年7月17日に発売開始された仙台丸ごとパス。東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地球場となった宮城県仙台市のフルキャストスタジアム宮城2005年2006年、田代島の DVD に出てくる猫太郎。2007年2008年関連年表、編集2009年2010年2011年30件では、 2005年から毎年10月1日翌年3月31日の半年間、旧伊勢国及び旧島国にあたる道県南西地方を対象とした観光キャンペーン、伊勢島キャンペーンを行っている。また、日本初期の記録、水人天皇25年3月の上において伊勢国をして華麗国麗国と票したことに由来し、この観光キャンペーンのキャッチコピーを美しごくマイロー、 伊勢、鳥羽島としている。三重県の事情を知らなかった宮城県が、仙台、宮城 DC のメインテーマを、美味しく苦手な旅と記者会見で発表すると、美味しごくが、美しごくと被ると、三重県から反発の声が出た。それに、宮城県知事が問題視しないとの発言をしたため、うまし国論争として、マスコミを賑わす事態となった。同時期、三重県では、 統一地方選挙が実施されていたため、影響を与えないよう宮城県側は沈黙せざるを得なくなる一方、三重県側では政治問題化する傾向が見られ、問題が大きくなりながらも解決は選挙、終了後にまでもつれ込む事態となった。2005年、2006年、2007年、2008年30県は、今後、美し国という言葉を30県全体に広げ、世界遺産、 熊野古道の登録5周年や伊勢神宮の式年遷宮と合わせて2009年から2014年までの6年間を美しごく起こし、三重に取り組むこととしている。仙台、宮城 DC 前の大型店など動きは以下の通り、以下の他に仙台市都心部では2006年から2007年の間にビジネスホテルを中心に7軒が増え、 郊外では泉インターチェンジや長町インターチェンジ付近にロードサイド店舗型ビジネスホテルが数軒、進出した。市内全域で見ると2003年度末から2008年度末までの5年間でホテル20軒が増え客室数では約3300室の増加となった。その後も2009年には三井ガーデンホテル仙台、ホテルモンテールマーナ仙台、2010年には 大ワロイネットホテル仙台、ウェスティンホテル、仙台など新規開業が相次いだ。一方で、既存の仙台ホテル、仙台エクセルホテル東急、ホテル、仙台プラザは、耐震補強や空調設備の問題、宴会部門に偏った経営などにより将来の採算性が見込めず閉鎖された。仙台、宮城 DC 前の投資により、競争が激化したことでの DC 後の大型店などの、 動きは以下の通り。以下の他に2010年度には仙台トラストシティの開業による競争や東北新幹線、新青森駅延伸による経済圏の変化も加わり、対抗して超高層ビルが数棟立ち、その低層部に物販、サービスが入ることが言われている。また2015年の仙台市地下鉄東西線開業までの開発計画も動いている。 仙台放送制作、朝日ビール一社提供のミニ番組で2006年に東北6県ブロックネットで放送していた東北食文化応援団、朝野教授と行くスローフード探訪機の後継番組。ありがとうございます。